はい、というわけで今回はですね、こちらのアディダスの新しいスパイクを買ったので、こちらを紹介していきたいなというふうに思います。アディダス、違う、アンドスポーツさんでね、買いました。アディダスゼロ、アディゼロスタブラトライトマッドってことで、早速開けていきましょう。いきますよ。はい、こちら白金の、かっこいいスパイクですね。で、裏がポイント式のスパイクを今回購入しました。で、今もう絶滅危惧種に絶滅危惧種になってるのね。あのハイカット、まあ、ミドルカットぐらいかな、ちょっとあの捻挫癖があったんで、このねハイカットの、くるぶしぐらいを覆うやつを欲しかったので、でこのデザインかっこいいのと、まあ、アディダス大好きってことで買っちゃいました。早速履いていきたいと思います。まずこのね、ここのやつをプチッと切って、白金ってかっこいいよね。履いていきます。やばい、めちゃくちゃきつい、これ全部の紐緩めないと履けねえわ。アディダスって結構横がきちきちなんで、あのね、マジできついわ。俺試着した時マジぴったんこカンカンだったからさ、紐めっちゃ緩めないと、これ履くの結構つらい。いやでも白金ね、いいね。よいしょ、スカート、あーでもいいねタイミングでギュッと締めていくと、あ、いいですね、締め付けがいいですね。よいしょ、片方履くとこんな感じで、でアディダスはなんかこのスパイクのここがそのポイントとかでめちゃくちゃこうなんていうの、ギリギリまでポイントがあるせいで P 側が取り付けれないということで、今回こちら、はい、今流行りのタフト加工っていうね、あのぬりぬりしてもらいました。なんか変な感じだよねこれね、一見ちょっとダサいし、なんかここにほら空気入ってちょっと仕事雑やなとか思うんだけど、まあ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 しょうがない許容範囲で、これがどんだけ、ね、P 側並みにこの、まあ、耐久性がいいのかっていうところが、ね、すごい気になるところですね。割とちょっと仕事雑いというわけで、あ、なんでこっち左足だけすげえすんなり履けた。よいしょ、よいしょ、はい、両足とこんな感じですね。ちょっと紐の長さとか微調整しなきゃだけど、こんな感じ。うわ、目立つね、目立つね、いいね、めっちゃ目立つ。で、やっぱここのくるぶしがハイカットなんで、今ここ包まれてる状態、すごくね安心感と安定感がある、めちゃくちゃいい感じだこれ。早速これを使ってね、こっちぼしていきたいと思います。また意見もあるんですね。はい、というわけでね、動画では1ゴールと言ったんですが、この後ね試合で1ゴールを決めるということですので、早速この新スパイクを、履いてこのピッチングをお届けしたいと思います。今回はね練習試合ということで1イニングの調整となります。また、今年からですね、サイドスローに挑戦していこうかなということで、ただしフォークですね、取り組んでおります。今までね、セットポジションに入っていたのを、ハイタップで取り入れてしていますね。この足を歩んだポイント、初球、ちょっと言い訳すると、マウンドの状態があまり良くなって、芝が、ポイントとちょっと噛み合わなかったなっていう感じ。芝がしっかりこなってて、2ボールとボール3となりますが、次これやっと、いいコースとして行ってます。ダメね、キャッチャーもいい音してますね、これね、きっと球威はね、あるんじゃないかなというふうに思います。これもサラブレットします。そしてツーアウトでカウント有利になってから変化球を試すくって、これが大きなところです。まだね、カウント有利なので変化球続けるんですが、まあ、低めの、いいコースがあるから空振り取れるようなボールだと思います。
次のバッターは新潟にする光バッターになっているので、ここをね、どう見れるかというところで、ランナー先手の場所から次へ、キャッチャーが手もないですよね。バイバイ。